ウィーザ・キングス2012ウィーザ・キングスとは、アメリカ合衆国、フロリダ州、ブレーデントン出身のパワーポップバンドである。アメリカでは新世代パワーポップバンドとして、若い世代を中心に非常に知名度が高いバンド。彼らの代表曲とも言える、チェック・イエス・ジュリエットは、全米シングルチャートにて最高70位を記録し、MTV 制作のセレブドキュメンタリー番組、 ザ・ヒルズの劇中で使用されている。当時高校生だったトラビス・クラークがスタートさせたブロークンイメージというバンドに残り3人のメンバーを加えてその後の2003年にバンド名をウィーザキングスへ変更。それから数年後のドリューの高校卒業を機にトラビスとハンターとダニーの3人はそれぞれ通っていた大学を中退し本格的にバンド活動を開始した。 後にインディーズレーベルから3枚のアルバムを発表しているが、常日メイドが上がってきたところで、EMI レコード参加の大手インディーズ、S、カーブ、レコーズと契約を結ぶことに成功する。それからすぐにニューアルバムのレコーディングを開始。そして2007年10月2日にホースアルバム、We The Kings を発表。新人バンドながら、全米アルバムチャートにて初登場151位を、 記録し、全世界でのトータルセールスも30万枚を突破した。そして、その後もメトロステーションや、ボーイズ・ライク・ガールズなど人気バンドとのツアーを経て、知名度を上げていく。また、2009年12月8日には、フィフスアルバム、スマイル・キットもリリースされ、全米アルバムチャートにて初登場112位を記録。また、同アルバムからのファーストシングル、ヘブン・キャン・ウェイとは、 アメリカのポップソングチャートにて最高32位を記録している。2011年7月12日には6スアルバムサンシャインステートオブマインドがリリースされた。ファーストシングルはフライデイスフォーエバーである。ちなみに1週間前の7月5日にはすでに iTunes にて先行配信されていたが、この時のデジタル販売枚数のみで、 全米アルバムチャートにて初登場45位を記録した。彼らの作る楽曲は爽やかで、そしてどこか切ないものが多い。そのため、アメリカでは比較的似た音楽性を持つボーイズライクガールズと引き合いに出されることが多いが、同系統のバンドを寄せ付けない圧倒的なメロディーセンスには目を見張るものがある。ちなみに、日本ではよくエモバンドと紹介されることが多い彼らだが、 アメリカではパワーポップに分類されている。ありがとうございます。